おい、どうも、IG でございます。本日なんですけども、もし、俺が天白だったら、ということで、今回久しぶりに2本立てなんですけども、1本目の動画では、俺が理想とするサッカーについて話していき、俺がユナイテッドの監督だったらば、どのようなチームを作って、どのようなサッカーをするかっていうのを話していこうかなと思います。そんで、2本目なんですけども、2本目は、俺が天白だったら、どのようにして、ユナイテッドを強くしていったかっていう話をしていく予定でございます。まあ、今回のね、特に2本目の動画は、もし俺がサッカーが大好きな、まあ、学生、まあ、中学生、高校生だったら、授業中にね、友達と一緒に考えて、まあ、楽しんでたんじゃないかなっていう内容になっております。だから2本目はね、結構稚拙な感じはするんだけど、まあ、いざやってみたらね、結構面白かったし、多分視聴者の方でね、昔からサッカー好きな方って結構多かったと思いますから、まあ、そういう人は結構懐かしく感じる内容になってるんじゃないかなと思います。こんな感じの動画をね、これまであんまり作ったことなかったんですけども、まあ、ここ最近目立ったニュースないですし、冬の移籍市場もね、そんなに活発ではなさそうなので、質問コーナーでも来てたし、やってみようということでございます。特に2本目がね、もしもシリーズっぽくてめっちゃ楽しいんだけども、俺がこういうサッカー好きだから、こういう選手を取るみたいなのがちょっと分かりづらいと思いますので、1本目も皆さん楽しんでってくれたらいいんじゃないかなと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。まずどのようなチームを作るか。まあ方向性としては攻撃的でかつ見ていて気持ちいいサッカーをしたいなと俺は思います。なので見ていて気持ちよくない守備しない選手っていうのはまあ俺のサッカーにはいらないですし全員が元気よく守備して全力で勝ちに行くようなサッカーをしたいなと思ってます。だからまあハイラインでハイプレスめっちゃかけて4点取られても5点取るぜみたいな。なんかそういう、もうバイブス全開の、もうめちゃめちゃハードなサッカーをやりたいかなって感じです。だからね、ビニシウスやエンバペがいても、まあ対人の性能が高いセンターバックをサイドバックにするみたいな。なんかそういうのはなし。どっちかっていうと逆にもう、まあそこやられたらしょうがないから、もうお前もう攻撃頑張れみたいな。なんかそういうサイドバックを置いて、ウィンガーと連携して得点狙うみたいな。多分そういうサッカーを俺はしたいなって感じです。だから人によってはね、嫌いなサッカーかもしんないけど、まあ好きな方は結構好きなサッカーって感じになるのかなと思います。だからまあ攻撃が好きでかつバイブスが高いみたいなそういう選手が獲得候補に上がるのかなと思います。でね攻撃的でまあ見ていて気持ちいいだけだとかなり抽象的なのでさらに深掘りしていきますと俺はやっぱねバルサのサッカーが好きなのでティキタカベースのポゼッションサッカーがやりたいなと思ってます。結局ワールドカップとかで勝てなかったんだけどルイス・エンリケのやってたサッカーは個人的にマジで好きだったしあんな感じのサッカーができたらいいなとは思います。守備はハイプレスでやってね、ボール回して、もうこっちが永遠にボール持って勝ちたいっていう、まあそういうサッカーがマジ理想って感じです。フリックバイエルみたいなね、ゴリゴリな感じでもいいかなとは思ったんだけど、どっちかっていうとやっぱボール回したいんで、俺はルイス・エンリケ寄りのサッカーをやりたいかなとは思います。まあ見ていて気持ちいいかどうかは結構この辺変わってくるじゃん。ゲーゲンプレス敷いて、ダダダダダーンみたいな、そういうサッカーでもいいかなとは思ったんだけど、俺はやっぱポゼッション好きだから、まあポゼッションで見てて楽しいみたいな、まあちょっと昔のバルサみたいな、そんな感じなんだけど、その辺はね、俺バルサ好きだし、天白来た時めちゃくちゃ天白をしてたのはポゼッション系の監督だからっていうのもあるし、まあこの辺は長く見てる視聴者こそ分かる話なんじゃないかなと思います。でね、具体的にどんな戦術をやるのか詰めていくと、俺の理想とする戦術を行う場合は、まあ4-3-3かなって最初は思ったんですけど、まあ結局4-2-3-1ベースのものになるのかなと思います。おい、アイジェ、バルサ好きとか言いながら4-3-3じゃねえのかよ。お前攻撃的に行くって言ってたじゃんって思った方多いと思うんですけど、まあ4-3-3のバルサが最高だったのは個人的な意見だから本当に全然異論を認めるんだけどブスケスがいたからあの4-3-3のシステムってうまくいってたと思うんだよね特にポゼッションサッカーのでかつバルサがめちゃくちゃポゼッションで強かった時はさインサイドハーフにチャビとイニエスタがいたわけじゃんだからできてたサッカーだって俺は最近マジで思ってんだよねだからまあ俺は本当ねバルサとかスペイン代表がやってたようなサッカーをやりたいんだけどもちょっと4-3-3のアンカーできる選手、まあ、ブスケスみたいな選手がいないからちょっと現実的じゃないし、まあ、4-2-3-1にしてできる限りのことをやろうみたいな多分そういう感じのサッカーを目指すかなと思います多分俺がチャビに憑依したとしてもバルサで4-3-3やるかって言われたら結構俺微妙なんだよねだってフレンキーとペドリとガビいるけどブスケスにはなれないしブスケスほどやっぱうまくはできないじゃんその3人
だからちょっと俺は諦めて4231にしようかなと思います。しかも俺が憑依する相手テンハグだからユナイテッドなわけよ。プレミアリーグでアンカーやれる選手ってもう本当に限られてるし、あんまり俺いないと思ってるから、あんまりポジティブな理由じゃないんだけど、まあそれらの理由から俺はちょっと433ではなく4231にしようかなと思います。で、攻撃の話していくと、俺はね、敵高ベースのポゼッションサッカーがしたいから、ビルドアップは後方から丁寧に繋いでいきたいし、選手たち全員にボールを持った選手に対してパスコースを作ってほしいなっていう希望があります。だからまあオフザボールの動きが良くて頭がいい選手を揃えたいっちゃ揃えたいよね。また守備戦術はね、ハイプレスを行う予定だから、前線の選手にはまあプレスの指導役にはなってほしいし、センターバックたちにもある程度ね、やっぱ技術が欲しいっちゃ欲しいけども、まあ足が遅すぎるとかは結構きちいかなって感じです。まあ全体的に守備意識も攻撃意識も高い選手たちをまあ集めたいなって感じです。で、全員に求めるようなことみたいなのはこれで分かったと思うから、こっからポジションごとにね、どんなことをやってほしいかっていうのを話していこうと思います。で、まずはゴールキーパー。ゴールキーパーはね、とりあえずセーブ力以外だとビルドアップの最初の起点になってほしいから、足元の技術が欲しいかなと思います。そしてハイプレスを受けた際は冷静に最適なパスを出せる選手がいいなって感じです。また守備時にはね、ハイプレスを行うことからボールの処理能力も欲しいと思ってます。この辺のことを考えると、やっぱ理想のゴールキーパーは手足低減になるのかなと思います。そしてセンターバックには中盤やサイドバックにパスをして攻撃を作ってほしいですし、プレスを受けた際は冷静にさばいてほしいなって感じです。この辺の特徴を考えたら、左利きの場合はリサマルやパウトーレスがまあ例として挙げやすいと思いますし、まあ右利きなら前世紀のラモスやピケ、最近だとルベンディアスとかファンダイクとかがまあ対象になるのかなと思います。で、ダブルボランチの方を見ていきますと、このポジションにはね、やっぱり攻撃を作る能力だったり、まあ正確なパス精度、そしてパスセンスとかも欲しいなと思います。またボールを持ってない時もね、やっぱ仲間の近くに行ってパスコースを作ってほしいし、ボールがね自分に来た場合はゲームの展開をしつつ、パスコースがマジでない場合はドリブルでね、ボールをバンバン運んでってほしいかなと思ってます。またハイプレスも行いますので、カバーリング能力とかもまあ欲しいかなって感じです。この辺のね、中盤の役割の多さを考えたら、今の中盤の選手本当にやることが多いですので、ライスとかカイセドの移籍金が高くなるのは仕方ないのかなと思いました。守備だけやればいいっていうわけじゃないもんね、もはや。なんかこの辺のことを考えたら、ユナイテッドマックじゃやばくねって改めて思ってしまいました。まあ一応理想の選手を挙げておくと、フレンキーやカマビンガになるのかなと思います。で、サイドバックとウィングの方見ていきますと、ウィングとサイドバックには一緒に攻撃を作ってってほしいなと思ってます。特にサイドバックにはインナーラップとオーバーラップ両方ともね、使い分けれる選手が来てほしいと思ってるし、そのランを使い分けることによってウィンガーのことを助けてほしいなと思ってます。またウィングにはね、1対1仕掛ける際、サイドバックが来てからまあその攻撃を仕掛けるのであれば仕掛けてほしいなと思ってます。だから俺のユナイテッドのサイドバックってマジで常に上下動いていかないといけないから、本当に大変なポジションなんじゃないかなと思います。で、ビルドアップの時のサイドバックとウィングの役割は、まあキングレオが言ってるね、あの低い位置で張るなってことをやらずに、割と高い位置を取って迂回経路作ってくれればいいとか、多分その辺になるのかなと思います。理想のサイドバックはアウベスとかアルバ。そんでウィングにはね、もちろん1対1の能力も欲しいんですけども、連携力もあった方がいいかなと思います。まあでも連携力よりね、結局突破してくれた方がやっぱありがたいじゃん。まあ突破できるウィングが多いかっていうと少ないからさ、まあそこはしょうがない部分はあるけども、どちらかというと連携力も大事だけど、突破力に特化してた方が俺は嬉しいのかなと思います。だからマジでアントニーよりプラオの方がいいよねみたいな、ちょっとこれは極端な例だけど、まあ俺はちょっとそっち寄りで考えております。理想はやっぱプラオとかビニシウスとか、悔しいけどまあライバル選手だったりそういう選手になっちゃうかなって感じです。そんでトップ下はね、動きながら他の選手たちのボール回しに関与してもらいつつ、気の利いたパスで攻撃の流れを変えたり、得点やアシストを量産してチームを勝たせる役割をまあやってほしいかなって感じです。まあトップ下の理想型は、まあここ最近だとやっぱベリンガムがチートすぎるからベリンガムって感じになるけど、まあブルーノも理想のトップ下にはなるんじゃないかなと思います。で、最後にね、ストライカーはオフザボールの動きで仲間を助けたり、ボールを受けてね起点になってくれつつ、最後に得点を決める役割もしてほしいと思ってるので、なんか裏抜けでねバンバンカウンターから得点するみたいなストライカーよりも、どちらかというとがっつり9番、王道の9番みたいな方がまあ俺はいいのかなって感じです。だからまあ俺の理想はケインって感じになるのかなと思います。個人的にピックアップしたので集めていくと、まあキーパーは手足低減、左から
ルクショー、リサマル、ファンダイク、カルバハル。で、ダブルボランチはフレンキー&カマビンガとなっており、左からビニシウス、ベリンガム、プラオ、ワントップ、ケインっていう感じになるのかなと思います。まあ、この11人はね、あくまでもなんか宇宙から人が攻めてきた時に選ぶ11人って感じだし、全員にね、守備をしてほしいっていう理由で、まあ、エンバベじゃなくてビニシウスにしたし、メッシじゃなくてプラオという風に変えさせていただきました。プラオ、人によってはね、守備しないっていうイメージあるかもしれんけど、バルセロナの最後のシーズンのプラオ、マジで守備やってたから、あの時のプラオと思ってほしいかなと思います。でね、今まで話したのは俺の理想のサッカーについてということなので、こっからその理想を叶えるべく、俺がテンハグに憑依して、どのようなユナイテッドを作っていったかっていうのを考えていこうかなと思います。まず、テンハグは就任してから、カゼミロやアントニーなどに約 2.5 億ユーロを使って、チームを強化し、ポグバとリンガードと分かれることを選びました。プレシーズンのことを振り返ると、ポゼッション系のサッカーをやろうと、いろいろと頑張っておりましたが、まあ最終的にカウンターサッカーに切り替え、リバプールに勝利し、そっちの方向でチームを引っ張っていくことにしました。その切り替えと、まあラッシュフォードの覚醒によって、チャンピオンズリーグ出場権をテンハグは得ることができましたし、カラバオカップは優勝、そして FA カップも決勝まで進むことができました。だからね、まあこの、テンハグ政権1年目に関しては、結果は出しておりますので、正直悪くなかったと言っていいんじゃないかなと思います。しかし俺がテンハグを乗っ取るタイミングというのは、テンハグが就任したタイミングということですので、夏の移籍市場で使った 2.5 億ユーロを俺の理想とする選手たちを獲得するために使っていこうかなと思います。どのように選手を獲得する際、うるさいの移籍金を決めるのかっていうのを先に話してしまいますと、まずはトランスファーマーケットに記載されている市場価格を参考にしていこうかなと思います。その獲得する際の選手のチーム状況や選手の立ち位置、ホームグローンかどうか、この辺のことを考慮して、まあユナイテッドが選手を買う場合は、若干市場価格よりも高い値段で獲得すると考えていくつもりですし、ユナイテッドが選手を売却する場合ね、市場価格よりも高い値段で売れるかっていうと、そういうわけではないことが多いので、どちらかというと市場価格よりも少し安い値段で選手を売るように考えていこうかなと思ってます。まあ正直ね、使う移籍金は 1.5 倍とか、選手売る場合は 0.8 倍とか、そういう風に進めていこうと最初は思ってたんですが、意外とね、そういうなんつうんだろう、かける定数を決めてしまうと、あれこれはそんなにリアルじゃないぞみたいなことが何個かあったから、ちょっと金額に関してはそういう定数をかけて平等にっていうよりかは、ちょっとリアルに俺が考えていこうかなと思います。人によってはね、お前が考えんだったら結局適当になるじゃねえかみたいなことは思ってしまう方多いと思うんですけど、リアルベースでいきたいっていう思いがあるので、極端な数値は出さないようにしようと思ってますし、まあありえない移籍金にはしないので、まあちょっと寛容に見てほしいかなって感じです。また選手が獲得できたかどうかっていう判断は現実基準でしたいと思っております。なので実際に断られた選手は来ないという風に考えようと思ってます。だからね、フレンキーがユナイテッドに来るみたいなこともないし、マドリーの若手選手たち、例えばビニシウスやロドリゴがユナイテッドに来るとか、アーノルドやホーデンなどライバルクラブの選手がユナイテッドに来るみたいなこともないという風にしていきたいと思ってます。せっかく移籍金をシビアに考えたのに、この辺がガバガバだとさ、ちょっと FIFA のキャリアモードみたいになっちゃうじゃん。だからその辺はないように行こうかなと思ってます。で、結構これまでね、リアル路線にルールを考えてたんだけど、どうしても一つだけね、ガバガバになってしまうことがあります。それは選手の対談ということでございます。例えば今回の動画ではね、マグワイアのことを対談させるんですけども、マグワイアがどこのクラブに移籍するかみたいなのは考えないで話を進めていこうかなと思います。金額をシビアに考えるくせに移籍先を考えないとか、全然リアルじゃねえよって思う方は多いと思いますし、実際俺もそうだとは思うんですけど、選手の移籍先まで考えていくと対談させる選手が多すぎるので、ちょっとね、尺がありえないほど長くなっちゃうんですよ。で、玉突き移籍とかさ、なんかその辺のことも考えていったら、チームを作ろうっていうよりかは世界情勢を考えようみたいな、なんかちょっと話の趣旨が変わってっちゃうぐらい、結構いろんな方向に話が進んでいくようになったので、あくまでも今回の動画はね、俺の理想とするユナイテッドを作ろうっていう話だから、ちょっとガバガバな自覚はあるんだけど、対談を決めたらもうクラブからいなくなる、そういう方向で話を進めていこうかなと思います。とりあえずね、説明が長くなったので、テンさんが就任してポグバやリンガードなど対談した選手たちを除いたユナイテッドの主力選手たちを見ていきますと、キーパーにデヘアとヘンダーソン、センターバックはマグワイア、リンデルフ、バラン、サイドバックはルークショー、アレックステルス、ワンビサカ、ダロト、中盤はフレッチ&マクトミネ、トップ下にブルノとミスタードニーがいて、左ウィングには大統領とガルナチョ、でストライカーにはロナウドがいて、
えて右ウィングサンチョとエランが、このような感じとなっておりました。振り返るとこのメンツでね、アヤックスでやってたようなサッカーやれっていうのは結構しんどい気はするし、テンハグがね一旦ポゼッションサッカーを試してみて即座にカウンターサッカーに切り替えたのは、まあ仕方ない話なんじゃないかなと思います。とりあえずこの夏にね、テンさんが使った移籍金は約 2.5 億ユーロなので、このお金を基準に先ほど話したルールに基づいてマンチェスターユナイテッドの IG バージョンを作っていこうかなと思います。でね、テンさんはさ、オランダリーグからいろんな選手を獲得したけども、俺の持論ではプレミアのクラブはね、極力プレミアのクラブから選手を獲得した方がいいっていう俺の持論があるんよ。だから極力移籍市場で獲得する選手はプレミアから行こうかなと思っております。まああくまでもプレミア中心に取るってだけだから、まあたまに例外はあるとは思います。まあその辺はちょっと優しい目で見てくねって感じです。またユナイテッドはね、原則移籍市場では3人までしか獲得できないというのがスルシャールの暴露によって明らかになってます。だから獲得も大事よ。獲得もかなりシビアに考えなきゃいけないんだけど、放出の方もね、かなりシビアに考えないといけないんじゃないかなと思ってます。一応このシーズンのね、現実で起きた夏の移籍市場を振り返ると、アントニー、リサマル、マラシア、カゼミロの4人を移籍金を払って獲得して、フリーでエリクセン、レンタルでドゥブニー、バトランド、ベグニー、ザビッツァ、こんな感じの移籍市場での動きとなっておりました。でこの原則3人っていうのを当てはめると、まあ、リサマル、アントニー、カゼミロという風になります。しかしね、昨シーズンの夏の移籍市場、冬の移籍市場ってユナイテッドはガクポを獲得に動いておりました。でガクポの獲得に失敗したのは、リバプールがねライバルクラブだったからっていうだけじゃなくて、夏に大量に移籍金を使ったことから FFP 違反になる可能性があったからっていうことが原因で、ガクポのユナイテッド行きはなくなり、彼はリバプールに移籍することとなりました。まあそもそもね、ガクポの獲得は夏の移籍市場終盤からやっていたことですので、昨シーズンは例外的に4人を獲得に動いていたと考えていいんじゃないかなと思います。あと今ね、マラシア君のことをノーカンにしましたが、スールシャルもね、ダニエル・ジェームズのことをノーカウントにしており、おそらくですけども、まあ1000万ユーロ程度の移籍は大金を使って獲得した扱いにはならないと俺は思っているから、まあ俺も1000万ユーロ程度の選手を獲得する場合は、まあ脳幹で考えていこうかなと思います。じゃあ早速ね、移籍の方入っていきますと、まず俺はね、チーム作りにはセンターラインが大事だと思ってんだよ。ゴールキーパー、センターバック、中盤、ストライカーで、他はセンターラインを揃えた後でいいっていうタイプの選手ね、タイプの選手じゃない、タイプの監督ね。だから特にこの夏の移籍市場はね、4人までしか獲得できないっていうことですし、とりあえずセンターラインを揃えることから始めようかなと思います。とりあえずセンターラインで獲得が一番必要なのは、マックとフレッチしかいない中盤、そんで次にね、病んでいるロナウドしかいないストライカー、そんで最後にビルドアップ能力が高いセンターバックを獲得するっていう流れでいいんじゃないかなと思います。とりあえずこの3つを強化することが大事だと思うから、とりあえずこの3種類の選手たちを獲得していこうかなと思います。ちなみに当時使った移籍金の合計額は2億4328万ユーロとなってます。まず一番最初に獲得する選手は、当時プレミアリーグで活躍していたウルブスのキャプテン、ルベン・ネベスということでございます。ネベス、彼はね、後方でゲームを組み立てることが得意な中盤の選手で、キック精度が売りな選手って感じになってて、強烈なミドルも打つことができれば、フリーキックだったりコーナーキックだったりを蹴ってるっていう感じの選手だったと思います。でね、彼のウルブス時代のスタッツを、まあ、図で表せるということなので、まあ、この図を見ながら改めて彼の特徴を細かく見ていこうかなと思います。するとゴールにつながるキーパスは少なく、ドリブルでボールを運ぶ能力は低そうですが、攻撃を前に進めるプログレッシブパスや前方にボールを出すフォワードパス、このような項目でいい数値を出しておりますから、後方からゲームをパスで組み立てる能力が非常に高いというのがわかるんじゃないかなと思います。また守備に関してはね、めちゃくちゃいいっていうわけではないですけども、試合中に行う守備的な行動を示す項目では、まあ悪くない数値を叩き出しております。これらの特徴からね、ネベスを獲得することは悪くなく、このような特徴を持つ選手は現在ユナイテッドにおりませんので、本当はね、ドリブルでボールを運ぶ能力が高いカマビンガとかフレンキーとかが欲しいんだけど、まあとりあえずね、パスでゲームを展開していくみたいなこともできない状況ですから、ここでネベスを補強するっていうのは悪くない判断だと思います。やっぱり今のユナイテッドもそうなんだけど、キック精度が高い選手いないからさ、セットプレーとかもうんって感じだし、フリーキックになってもテンションが
が上がんないじゃない。そうなった時に全然ネベスって役に立つと思うし、相手にねドン引きされて何もできないっていう状況になった時にミドルシュートを打てる選手も今のユナイテッドにはまあ一応大統領が打てる扱いでいいのかな。でも本当にそのレベルの選手しかね、まあミドル打てる選手いませんので、ミドル打てるネベスっていうのは本当にいいと思いますし、ブルーノやねダルトなどポルトガル代表の選手もいますし、当時はロナウドもいるわけですから、まあネベスがねユナイテッドに来たとしても違和感はないし、馴染むのは早いんじゃないかなと思います。で早速移籍金考えていきますと、当時25歳のルベンネベスの市場価格は4000万ユーロとなっており、同じような年齢と価格帯の選手の移籍を見ていきますと、同い年の市場価格3500万ユーロのパキタが4295万ユーロでハマーズに移籍しております。このことからネベスの移籍金もね、まあ、似たような感じになると考え、切りよく5000万ユーロでいいんじゃないかなと考えました。だからもうここでね早速5000万ユーロ使ってってネベスを獲得したことにしようと思います。このネベスの獲得により残りの予算は1億9328万ユーロということになりました。とりあえずそんでね、次はロナウドしか現在いませんので、ストライカーの方獲得していこうかなと思います。僕の理想とするストライカーはケインとなっております。彼のようにポストプレーがうまく、仲間を生かして、まあアシストもすることができれば自ら得点もできちゃうよっていう、もうほんと王道なストライカーが大好きです。しかしケインの獲得はね難しいっていうのが現実世界でもう知らしめられたというか、もうほんとバイエルンにしか行かないみたいな、多分そういう感じだったと思うので、ケインと似たタイプのストライカーを獲得していこうかなと思います。するとね、個人的にねやっぱ思い当たる節がある選手がいるので、まあその選手を獲得に動いていきますと、その選手は元祖賭博に聞こと、ブレントフォードのトニーになるんじゃないかなと思います。トニー、もともとこの時期ね、俺は今リバプールにいるヌニスを獲得したいって言ってたんだけども、まあささっとリバプールに持ってかれてしまって、でその後にねヌニスの後釜にユナイテッド誰獲得するんだろうって考えて探した結果、彼が出てきて、彼がすごくいい感じだったのを覚えてますし、彼は割とねヌニスよりも王道な9番タイプの選手ですから、俺はマジで彼のことを獲得してほしいって思ってたんだけど、獲得されなかった思い出があるので、まあせっかくね俺が監督になったわけだし獲得しようかなと思います。彼の特徴を詳しく見ていくと、彼は35試合21ゴール5アシストを決める得点力を持っており、フィジカルを生かしたポストプレー、守備意識の高さだと、ケインのようにねアシストだったりその辺のゲームメイキング能力みたいなのはあまり高くないですが、基本的に俺の理想とするストライカー像に一致するストライカーとなっております。ケインのスタッツとトニーのスタッツを細かく見ていきますと、どれだけゲームに関与しているか、またポジショニングがいいかを示す指標、攻撃の回数が多くより積極的に攻撃に関与していることが分かる数値、アシスト期待値、ボックス内でボールを回数など、ほとんどの項目でトニーはケインに負けてはいるんですが、ボックス内でボールをもらう回数にはケインとトニーに大きな差はなく、ゴール期待値に関してはトニーが勝っており、空中戦でも勝っております。これらのことを考えると、トニーはボックス内で得点を決める能力に関してはケインより上だと考えても良さそうですし、ユナイテッドではねブルーノが作ったチャンスを誰も決めないっていうのがまあお決まりというか、そのような状況が続いていることから決定力不足となっております。だからねこのスタッツを見る限り、トニーの決定力はねケインとあまり変わらないということですので、得点力不足という課題をトニーが解決してくれる可能性は高く、ブルーノ&トニーがユナイテッドを救うみたいな展開も想像できるんじゃないかなと思います。だからマジでトニーの獲得いいと思うんですよね。最悪空中戦が強いんだったらさ、ポゼッションサッカーがうまくいかなかった場合でも、とりあえずトニーに走らせてさ、ロングボールの起点になってもらって、まあ大統領とカウンターを狙うとか、大統領とワンツーから得点決めるとか、まあなんかそういうのも想像できるじゃん。だから賭博で消えるのはね分かってる、冬に消えてしまうのは分かってるんだけど、まあ無所にぶち込まれてね復活したグリーンウッドがあんだけフェタフェで元気そうにやってるし、賭博で消えるのはね大怪我をする予定があると思って、トニー先生のことは獲得してしまおうかなと思います。この辺結構意見分かれそうだけど、まあ俺は俺だからってことで言っちゃいます。マジで俺も賭博に来なんだね。ちなみに当時26歳のイヴァン・トニーの市場価格は4000万ユーロとなっており、似たような移籍は23歳のヌニスが市場価格5500万ユーロで8500万ユーロの移籍を決めております。まあトニーはねヌニスほど若くはないですが、ホームグローンの選手でありユナイテッド法制をかける必要があるので、ちょっと高い感じはするけど妥当な気もする。7000万ユーロがトニーの移籍金になるんじゃないかなと思います。でトニーがユナイテッドに来るのを拒否るかどうかっていうのを考えると、まあブレントフォードヨーロッパリーグないし、まあそんなに他のクラブへのね移籍の噂とかもなかったから、もうここはもう一本釣りみたいな感じで獲得したと考えていいんじゃないかなと思います。なのでトニーを7000万ユーロで獲得し、残りの移籍金は1億2328万ユーロになりました。おいや
そんで最後にセンターバックの獲得なんですが、センターバックはね、まあ現実通りもうリサマル獲得でいいんじゃないかなと思います。まあリサマルはもう俺の理想とするセンターバックであり完璧な存在だから、うん、別にわざわざ別の選手を獲得する必要がないんだよね。だから現実通り彼の移籍は5735万ユーロで実行され、残りの移籍金というのは6593万ユーロになりました。とりあえず今の流れでね、トニー、ルベン・ネベス、リサマルの3人を獲得しましたから、これで大金を使って獲得できる選手の枠というのが一つになってしまいました。だからね、ここで選手を売って残り1人にね使える移籍金を全部ベットするみたいな、多分そういう風にしてもいいっちゃいいんだけども、正直今のチームだとリバプールがねベリンガムを諦めてジョボスライとマモル先輩を獲得したように、すごいいい選手1人を獲得するっていうよりかは、いい感じの選手2人を獲得するっていう方がまあいいっちゃいいのよ、俺のチーム状況的にはね。でも本当になんだろう、安い選手とかじゃないとさ、大きなお金を使った判定されて終わっちゃうのよ、ユナイテッドだと。本当にね、この3人までルールに従う必要があるのかっていうとあれなんだけど、でもやっぱユナイテッドで監督をやるならやっぱその縛りに従わなきゃいけないっていうのがなんとなくあるじゃん。まあそれがなかったらなんかもう無限にいけるわけよ。だからちょっとこの縛りに従って、まあ本当はねそうしたい気持ちはあるけど、まあ全力でいいなと思う選手を取りに行くしかないのかなと思います。でまあ次獲得するべきはやっぱセンターライン大事にしたいから、まあゴールキーパーになるんだよね、順番的には。でまあゴールキーパーだったら今いる選手デヘアとヘンダーソンになるじゃん。だったらぶっちゃけ俺はゴールキーパー獲得せずにヘンダーソン残留でいいっちゃいいんだよね。セーブ力は完全にデヘアが上だけど、チームがハイプレスをした際ボール処理をする能力はヘンダーソン持ってるし、割とあのボール処理は得意だったイメージがあります。そんでデヘアとヘンダーソンだったらね、足元の技術どちらが上かっていうと、まあ2人とも別にそんな高くはないけど、ヘンダーソンの方が上なイメージはある。でデータベースも見ていくと、青がヘンダーソンで緑がデヘア、赤がオナナなんだけど、ディフェンスラインから飛び出す頻度を示すイグジットラインはヘンダーソンが一番優れてて、インターセプトやクリアなど守備的な行動を示す数値もヘンダーソンが一番です。まあ空中戦は苦手みたいだけど、ショートパスの成功率もオナナより高いし、ロングパスのね精度はデヘアが一番高いっていうのはちょっと意味わかんないし、データの信憑性大丈夫かっていう感じはありますが、シュートストップの確率もねそこまで3人に差がないですので、ぶっちゃけオナナも獲得せずともヘンダーソンでいいんだよね、正直。まあとりあえずこんな感じでね、ヘンダーソンを残留させてもいいんですが、ヘンダーソンはテンハグが就任する前、ロナウドが復帰したシーズン1年間ベンチに座らされていた影響で、テンハグと具体的な話をせずにノッティンガムフォレストにレンタルで行ったという過去を持ってます。だからね、俺がテンハグに憑依したとってヘンダーソンはもういないんだよね。だからもうね、俺はデヘアを使うか、ここで新しいゴールキーパーを獲得するか、この2つのうちどちらかをもう選ばなきゃいけないっていう状況になってます。まあ俺結構ロマン主義だから、もうここでデヘア切って足元のあるゴールキーパー獲得しちゃうみたいな流れでもいいんだけど、他の選手たちがねそのポゼッションサッカーに対応しているように思えないから、一旦ここは我慢して勝ち点取りに行ってシール権取って FFP 的にお金使えるみたいな、そういう状況に持ってった方が長期的なことを考えるとめっちゃいい気がしてしまうので、ここはねまあロマン派とか言っときながら、まあ勝ち点を優先させて一旦殿下の宝刀ドン引きカウンター、それをやっていくサッカーを整えていってシール権を取ってシールに出る方向で話を進めていこうかなと思います。だからね、もうゴールキーパーは一旦デヘアで行こうと思うわ。だから一応こっから獲得する選手もうそんな多くないけど、一応カウンターもやるけどポゼッションもできそうだよねみたいな、なんかそういう頭いい脳筋タイプの選手を集めていけたらいいかなと思ってます。でセンターラインというか、まあ今いる選手たちを確認していくと、キーパーはデヘアとヒートン、左サイドバックはショートテレス、センターバックはマグワイア、バラン、リサマル、右サイドバックはワンビとダルト、中盤はネベス、フレッチ、マックさん、トップ下ドニーアンとブルーノ、左ウィングはラッシュとガルナチョ、ストライカーはトニー、ロナウド、右ウィングはエランが3丁。こんな感じの布陣になっております。ウィングは十分かなって感じよな。サンチョが右をやらなきゃいけない前提だけど、もうこの状況だから仕方ない。サンチョ右で頑張れ、左はもう2人いるからマジで頑張れって感じ。まあ本当ラッシュの右もガルナチョの右も、まあガルナ
ナチュの右は最近いいけど、当時ガルナチュが右できたかっていうとそうじゃないから、サンチョが右固定で頑張るしかないっていう感じだと思います。まあ右ではね、トニーポストプレーできるっていうか、まあ王道な9番タイプの選手だから、トニーがいれば活躍する可能性あるし、まあ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 そこまで心配しなくていいでしょう。まあシーズンの途中で打つで消えるんだけどね。でまあ左のラッシュフォードはね、守備をしないことで有名だから、ハイプレスサッカー、俺の理想のサッカーには適しない選手なんだけど、もうカウンターサッカーにするから、むしろラッシュフォードはね超主役の選手になってしまい、むしろもう守備しなくてね、相手のディフェンスラインをまあ常に煽るような位置で相手にプレッシャーかけ続けて、来たーっていうパスが来た時に裏抜けかまして、もうカウンターで得点決めてくれればいいから、まあとりあえずラッシュフォードは不本意ではありますが、主役にさせるしかないのかなと思います。でこのカウンターサッカーを狙うんだったら、俺の理想とするサッカーのトップ下ってさ、一応ハイプレスする前提だったから、守備にも貢献できる選手がいいなって思っておりました。だからぶっちゃけエリクセン獲得せず、ミスタードニーで行けばいいと思ってたんだよ。だからエリクセンはいらないかなって思ってたんだよ。まあ、違い作れるパスとかオフザボールの動きとかめっちゃいいけど、さすがにそのハイプレスとかの強度もないし走れないし、いらないかなって思ってたんだけど、このシーズンカウンターサッカーで行くのであれば、まあエリクセン無料だし、カウンターの時にさ、まあいい感じのパスを出してもらうことだけじゃなく、まあ相手にドン引きサッカーされた際に、まあエリクセンのアイデアっていうのは非常に重要になってくるし、オフザボールの動きだったり、まあサッカー IQ の高さだったりは本当に素晴らしいので、現実ではね、守備的ミッドフィルダーとしてテンさんは彼のことを獲得しましたが、俺はトップ下の選手としてエリクセンを獲得しようかなと思います。まあ基本的にブルーノの控えって、試合の状況によってね、追い上げなきゃいけないとか得点が欲しいなってなったタイミングで、まあジョーカーとして、まあ彼には出てきてもらえばいいかなと思ってます。まあそのエリクセンとブルーノを共存させる場合は、まあダブルボランチの一角でエリクセンっていうよりかは、まあ2インサイドハーフでエリクセンみたいになるのかな。その辺はあれなんですけど、とりあえずフリーでエリクセンのことを獲得してしまおうかなと思います。するとドニーがいらなくなっちゃうから、まあここで売っちゃってね、移籍金を増やしてしまおうかなと思います。ミスタードニー25歳の市場価格は2500万ユーロとなっており、契約は2025年までとなっております。同い年で契約が2025年まであり、市場価格3500万ユーロのパケタは4290万ユーロで移籍しておりますので、ミスタードニーね、試合出てないし、逆にそのまま2500万ユーロとかで売れちゃうんじゃねみたいな、そういう楽観的思考でミスタードニーを悪くない値段で売ってしまってもいいんですけども、彼の場合はね、パケタと違って怪我でほとんど試合に出てないし、エバートンでの半年間では7試合1ゴールっていう、まああんまり良くないよねっていう状況にあります。こっから考えるとね、ミスタードニーの付加価値みたいなのは、かつてアヤックス時代にチャンピオンズリーグで大活躍したあの時のヤングアヤックスだっていうだけだから、高い移籍金で売れる要素はマジでないんだよね。それに加えて我々はマンチェスターユナイテッドということですし、1500万ユーロからね2000万ユーロの値段がまあ妥当な感じがしますので、間を取って1800万ユーロでミスタードニーは売れたことにしようかなと思います。まあミスタードニー本当ポゼッションサッカーだったら輝くっていう説もあるっちゃあるんだけど、いかんせん火力が足りないし、ガビみたいにめちゃめちゃオフザボールの動きがいいかっていうと、実はそうでもないっていうか、いやまあそうでもないことはないんだけど、でももう本当ミスタードニーが良かったのって、もう本当に記憶の奥底に眠りすぎてて、で結局テンハグ来てもさ全く使われなかったわけじゃん。なんかこの辺のことを考えると、ここで打っとくのが正しいような感じがどうしてもするんだよ。だからポゼッションサッカーしたいよ、そういうサッカーを目指すけど、まあミスタードニーはちょっと火力不足、実力不足っていうことで世に放ってしまおうかなと思います。とりあえずこんな感じでね、ミスタードニー売れましたので、残りの接近は8393万ユーロとなります。個人的に思うのはね、どんなサッカーを今後行おうと、中盤にねまともな選手がネベスとフレッチしかいないっていうのは、俺が監督をする上でありえないっていうか、結構質が低すぎると思うし、ぶっちゃけフレッチもねめちゃくちゃいい中盤かっていうと、そういうわけではないじゃん。まあフレッチガチャ S 出たらもう最高だけど、まあC だったり B だったり D だったり F だったりする時もあるわけじゃん。だからちょっと中盤、特にネベスにはできないドリブルでボールを運ぶ能力があって、まあネベスと同じぐらいの守備強度あるよみたいな選手を獲得していこうかなと思います。で中盤に選手を獲得しようと思うんだけど、マジで迷うよね。第一希望はやっぱり当時チェルシーに所属してたコバチッチで、二人目はブライトンからスパーズに移籍する状況のビスマ。まあ彼ら二人のどっちかがまあベストなんじゃないかなと思います。コバチッチ
チのドリブル能力はほんとフレンキーと遜色ないし、図で見たらわかる通りコバチッチはネベスに持ってない能力を全部持ってる選手だと思います。でもコバチッチがね、果たしてユナイテッドに来てくれるかどうかっていうと、正直それは結構無理なんじゃないかなと思います。当時のチェルシーの状況を見ていくと、トゥヘルがねまだ監督兼スポーツディレクターみたいなことをしている時期だったし、カンテも一応ね中盤にはいたっちゃいたんだけど、カンテも常に怪我しているみたいな、そういう状況だったから、ポジション的にねトゥヘルが いいよコバチッチどっか行っちゃいなみたいなこと多分言わないと思うんだよ。だから来てくれたらめっちゃ嬉しいけど、ユナイテッドチャンピオンズリーグもないですから、まあちょっとコバチッチの獲得は諦めるしかないのかなと思います。まあ冬の移籍市場まで行くとね、ボーリーがまあ暴走している時期で選手がいっぱい入ってきて、もう本当チェルシーはカオスを迎えてたから、その時ならねジョルジーノがアーセナル行ったノリって、まあコバチッチをユナイテッドに移籍させることっていうのはできるかもしれないけど、まあこの夏の移籍市場の時点では結構難しそうな感じがするので、もう一旦コバチッチの獲得はなしにしようかなと思います。またビスマはね来年ブライトンとの契約が切れるっていう状況だったから、比較的安い値段でスパーズに移籍しております。だったらねブライトン金積めば買えるみたいな、なんかそういうイメージあるので、もっとお金積んでねブライトン口説けばビスマ獲得できんじゃねって思ったんですが、当時のスパーズの監督って振り返るとコンテになってて、スパーズはチャンピオンズリーグ出場権があるんですよ。だからビスマがね生粋のユナサポだったらうち来てくれるんだけど、まあそういうことがない限りは多分スパーズ行くと思うんだよ。ビスマとユナイテッドは特になんか話なかったし、だから、まあ、ビスマのユナイテッド移籍も、まあ、難しいと考えていいんじゃないかなと思います。いやなんかさ本当こういうの考えると、やっぱチャンピオンズリーグ出場権取るのってめっちゃ大事だし、今シーズンチャンピオンズリーグ出場がねまあほぼほぼ難しい状況だから、絶望感しかないなって改めて思ってしまいました。いい選手ってやっぱチャンピオンズリーグ出場権あるところに行くっちゃ行くよね。まあ果たして選手たち全員がねチャンピオンズリーグ出場権があるクラブに行くべきだとかは思わんけど、まあこればっかりは仕方ないような感じはします。でとりあえずプレミアでねネベスの補完関係に良さそうな選手は2人とも無理だったから、一応ここからね他のリーグの選手の獲得に向かっていこうかなと思います。するとねマドリのセバニーとかドリブルも上手くて一生懸命頑張るからいいかなって思ったんだよ。スタッツの図を見る限りネベスとの補完関係もバッチリだしね。で移籍の噂があったラビオも、まあ、図を見る限り最高な補強になりそうっていう状況でございます。しかしセバニーはねアーセナルのレンタルから帰るとき自分にプレミアは合わないと話しており、ラビオの獲得は現実で失敗してますので、彼ら2人の獲得も不可能ということになっております。だから実はね中盤欲しいんだけど、もう欧州5大リーグで活躍してて、まあ強度高くてドリブル上手い選手みたいなのはいないんだよね。だから本当当時のフロントの気持ちが今分かってるんだよ。なんかもうこういうさ、あれもいいなダメ、あこの選手ダメって断られ続けてたらさ、まあ多分ノリでマドリにカズミロどうすかとか言っちゃうと思う。で実際言ってみてノリであっちがオッケーみたいになったら、まあびっくりするし、若干断られ続けた後だから嬉しいよねカズミロが来てくれるって。なんかこの自分でさその移籍市場をシミュレートしてて、この状況でカズミロがオッケーっていうのはいいし、まあ今何月とかその辺の想定がないからさ、まあ危機迫ってるかどうかっていうのはまた別の話なんだけど、今もう選手がいなくて積んでる状況って、まあカズミロが来てくれるってなったらもうカズミロ行くしかないんだよな。もうカウンターサッカーで行くって決めてるし、まあ最悪テンさんはなかなかやんなかったけど、もうビルドアップの時はさもうカゼミロにトップ下の位置ぐらいまで高い位置上がらせて、ブルノとかエリクセンとか、まあ、トップ下の選手がカゼミロの代わりにネベスと一緒にビルドアップするとか、多分もうそういう風にしていけば、まあ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 全然カゼミロも活躍できると思うんだよ。だから移籍金8393万ユーロあるし、ここでさ現実と同じくカゼミロ獲得してた方がもう絶対いいし、てかもうこれしかないんだよな。だってもうどうせ一人しか取れないんだから。だったらもうここは男気決めて現実と同じく7065万ユーロを使ってカズミロを獲得しようかなと思います。昨シーズンのあの状況下で来てくれる最強の中盤ってカズミロなんだよ。自分で考えてみて初めてわかるカズミロ獲得の流れ、いやマジで本当こういうことだったんだなって実感させられました。まあ一応裏話みたいなのこの動画で話してるから、ぜひぜひ細かい話はこの動画見てみてください。ちなみにカズミロを入れたデータを見ていくとこんな感じになっており
ており、現在の中盤にはねドリブルでごまかしが効く選手もおらず、パスの成功率もね正直そんな高くないですけど、守備意識と守備力は間違いなく、パスでのチャンスメイクみたいなのはね非常に高いという状況ですから、まあもうカウンターサッカーやるんだ、もうそれで行くしかねえんだって決めて、まあこの中盤で行こうかなと思います。またビルドアップする際、ブルノが降りてきてね、あのネベスと一緒にビルドアップをする体で話を考えるのって、カズミロではなくブルノを中盤のところに入れた数値を見ていくと、まあ割とちょうどいい感じになってますから、なんて言うんだろう、全てのことを考慮してカズミロの獲得にゴーサインを出してカズミロを獲得しようかなと思います。でそうなると中盤にはねネベス、カズミロ、フレッチ、マックさんっていう感じになり、残りの接近は1328万ユーロとなりました。で、まあ今のところ特に放出はミスタードニーぐらいしかしなかったから、放出の話をしていくと、まあ正直、まあセンターバックのリンデルフと中盤のマックさん、この二人はね、まあ個人的に、まあ戦力外だと思ってんだよね。もちろんリンデルフはね、昨シーズンの終盤めちゃくちゃ覚醒して、チームのことを救ってくれてたとは思うんだけど、一貫性がないし、まあセンターバックにいい選手がいるのであれば、その選手を買って、でリンデルフを売りたいっていうのがまあ俺の本音です。でマックさんもまあ一緒、まあでもマックさんに関してはもう本当戦力だと思ってないからリスペクトはしてるけどね。だからこの二人のところに入れる選手、まあフリーだったりレンタルだったりで獲得できそうな選手がいるのであれば、そのような選手を獲得して彼ら二人を売り切ってしまおうかなと思います。でこのシーズンのフリー席見ていくと、やっぱりキシエとクリスが来てくれたらめっちゃ良さそうなんだよね。リン君とクリスだったら絶対クリスの方が技術力は高いし、キシエは低い位置で使えば絶対マックさんより活躍するからね。まあでもまあバルサにはチャンピオンズリーグがあって監督がチャビだからユナイテッドには来ないでしょう。でデュリガーもねフリーで最高なセンターバックだとは思うんだけど、まあマドリーに行くのはだいぶ前から決まってたから、もうデュリガーは無理だからね、行けそうな選手いないかなと思ったんだけど、いたからその選手を獲得しちゃおうかなと思います。その選手はフライブルクにフリーで移籍したギンターとなっております。彼は28歳189センチ、右利きのドイツをレペゼンするセンターバックって、彼は対人が強くパス能力に定評があるセンターバックとなっております。28歳と年齢もね若すぎずベテランすぎずっていう感じなのでちょうどいいというか、多分プレミアに挑戦するにはいい年齢だと思うんすよ。だから獲得に動いてしまおうかなと思います。とりあえずこんな感じでねギンターの図を見ていきますと、パス能力に関する能力が非常に高いことは示されており、特にパスでボールを前に持っていくプログレッシブパスの数値は非常に高いです。彼は右利きのセンターバックなので、一瞬出るセンターバックはマグワイアかリサマルとなっております。見やすくするためにバランを外してしまいますと、リサマルとマグワイアはボールキャリーにおいて非常にいい数値を出しているので、まあギンターができないことは彼ら2人に任せれば問題なく、3人ともパスの数値が高いことからパスでゲームを展開することができ、リサマルと一緒に出た際は空中戦でリサマルを助けることが可能で、リサマルとギンターの相性というのは数値上だけしか見てないですけども、まあ割と良さそうということになっております。またマグワイアとのコンビはね守備時のアクションが少なくなるのでめちゃくちゃ不安ちゃ不安なんですけども、引いて守る展開をね作るのであれば、2人とも空中戦が非常に強く、なんならギンターねマグワイアよりも空中戦強いという数字が出てますので、多分要塞になるのは間違いないし、彼ら2人のプログレッシブパスの数値は非常に高いですので、カウンターも狙いやすいというか、まあ彼らが直接ねロングパスを出してそっから1本でみたいな感じじゃなく、前線のね中盤の選手とかそれこそパスが上手いエリクセンとかブルノに渡してそっからロングカウンターとか多分狙えるようになると思いますから、この辺のことを考えてもギンターをフリーで獲得してしまおうかなと思います。とりあえずギンターが来たということですから、まあ一人売っても問題ないという状況になりましたし、リンデルフのことは売却してしまおうかなと思います。リンデルフは当時27歳で市場価格は1800万ユーロ、加えて当時の契約は2024年までと、契約期間は長いわけでも短いわけでもないという状況になっております。同じような年齢と残りの契約年数で移籍してる選手というのが、まあ残念ながら同じ価格帯にいなかったことから、まあ本当にもうリンデルフの移籍金に関しては感覚になってしまうんですけども、我々はユナイテッドですし、リンデルフの移籍金は市場価格よりも少ない、まあ1500万ユーロで移籍したと、まあ考えるのが妥当なんじゃないかなと思います。それによりユナイテッドが移籍で使える移籍金というのは2828万ユーロとなりました。でマックさんに代わる中盤の選手を獲得していこうと思ったんですが、まあいなかった
ったんだよね、結論。一応ニコがね、バレンシアにレンタルで出てるから、数値を見る限りネベスにめちゃくちゃ似てるし、まあネベスがいなかった時とか、ネベスの控えとしてニコを獲得するっていうのも、まあありかなとは思ったんですけど、まあ一応ニコはね、バルサで活躍できることを示すために、まあラリーガのクラブ、バレンシアに行ったということになってますから、まあ当時のその背景を考えると、ユナイテッドがね、ニコを獲得できたかっていうと、なんかそれは現実的じゃない気がしましたので、それでなし。で、フリーで獲得できる選手で、ユナイテッドに合いそうな選手がいるかというと、まあ、そのような選手はいなかったことから、まあ、マクよりいい中盤の選手って多分探せばいっぱいいそうな気がするんだけど、もう、ビルドアップの時はね、エリクセンがブルノが下がってくるっていうことだからあんまり考えないようにして、もうマックは残留っていこうかなと思います。で、こんな感じで終わろうと思ったんですが、俺が忘れてただけなんですけども、テレスがね、セビージャにレンタルで移籍してるんですよ。だから、マラシアを獲得したように、左サイドバックを獲得しなきゃいけないという状況でございます。で、残りの出金はね、2828万ユーロだから、マラシアと同じような価格帯の選手だったら、獲得できるよねっていう感じです。で、そんなやついるかなと思ったんですけど、いい感じの選手がいたので、その選手を獲得しようと思います。その選手は、当時ベンフィカに所属していたグリマルドということでございます。彼を選んだ理由は、もちろんね、今、ブンデスで無双してるからっていうのはあります。ありますけども、それ以前にね、このシーズン、バルサがアルバの後釜として、まあ、獲得したらいいなと思ってたことを思い出したからでございます。もともとグリマルドはね、バルセロナに所属している選手って、アルバほどね、走り出しとか、まあ、その内外の走り分けとかスピードとかは上手くないとは思うんですが、もともとバルサにいた選手ですから、内と外走り分けることなんて多分できると思いますし、グリマルドの得点パターンを見ていくと、結構ゴール前に走り込んでそのまま決めるみたいな、なんかそういうオフザボールの動きから得点をしていることが多いので、まあ、オフザボールの動きに問題があるかっていうと、ないと考えていいんじゃないかなと思います。まあ、この動画見終わった後に見るであろうプレッシュに乗ってるスーパープレイを言語化していくと、細かいドリブルでね、何人も相手を抜いてから得点をするみたいな、そういうチートなことをグリマルドはやっております。だから足元のテクニックがあるのは間違いなく、フリーキックを打つことができるぐらいキック精度が高い選手で、クロス精度も一級品ということみたいですから、攻撃的なサッカーが好きな俺からするとね、ここまで攻撃能力に特化したサイドバックがいるっていうのは非常にいいことだと思いますし、実際ベンフィカでね、当時48試合6ゴール9アシストかましておりましたから、彼の獲得に動いてもいいんじゃないかなと思います。で、これだけの特徴を話すと、グリマルド、マラシアと同じ価格帯なわけねえだろってなると思うんですが、グリマルドの市場価格は2000万ユーロとなっており、グリマルドの契約状況は来年で切れてしまうという状況になっております。だからさすがにユナイテッド補正があったとしても、グリマルドのことは1000万ユーロから1500万ユーロぐらいの価格帯って、まあ、獲得できるという状況になっております。だから、まあ、間を取って1300万ユーロで獲得して、まあ、マラシア枠をグリマルドにしてしまおうかなと思います。まあ一応ね、バルサに戻りたかったみたいなことを、まあ、言ってましたから、バルサにフリーで戻るためにユナイテッドのオファーを断られるみたいなこともあるとは思うんですけど、まあ一応ベンフィカはポルトガルのビッグクラブだけど、まあ結局欧州サッカー全体で見ちゃうと育成クラブの一つでもあると思いますので、クラブ的にお金は欲しいと思いますから、ここはまあお金を出して、まあグリマルドは獲得できたと考えていいんじゃないかなと思います。まあグリマルドの獲得に対しての懸念点を話すと、ポルトガルリーグで同じような活躍をしていたアレックス・テレスさんは、ポルトでのラストシーズン49試合13ゴール12アシストを決めて、ユナイテッドに来たら27試合4アシストということになっておりました。こういう前例があるので、まあグリマルドの獲得ってどうなんてなる方もいると思いますけども、まあ元バルサさんということを信じて、俺はグリマルドのことを獲得してしまおうかなと思います。とりあえずこれでね、マルシア枠の獲得も終わりましたので、獲得したメンバーを振り返りますと、移籍金組がネベス、トニー、リサマル、カズミロ、グリマルド、フリー枠がエリクセン、ギンター、合計で7人となっており、移籍金は1528万ユーロということになりました。でね、もうこれで終わりだと思ったんだけど、でもやっぱ俺のユナイテッドに欠かせない選手が、まあどうしても一人いる、どうしても一人いて、しかもその選手移籍金すげえ安いから、まあグレーザーズファミリーもね、多分きっと視聴者のみんなも許してくれると思って、セビージャから LD7 を獲得しようかなと思います。まあLD7 ね、バルサでプレイしてた選手だし、オランダでも多分英雄扱いされてると思うんすよ。だから、知名度あるはずだし、グレーザーズファミリーも許してくれると思うんだよね。多分、本当に欧州サッカーが好きなユナサポだったら、ルークデヨングの獲得、喜んでくれる人多いと思うんだよ。特に、現地とかね。で、この移籍金300万ユーロって、まあ、今シーズン獲得したゴールキーパー、バイオンドゥールの移籍金よりめっちゃ安いのよ。だから、多分、大丈夫だと思う。なので、まあ、ルークデヨングのことを、一応市場価格400万ユーロの
の選手って、まあ、ペースベアはね、300万ユーロで獲得してますが、まあ、我々はユナイテッドということなので、まあ、とりあえず400万ユーロで獲得したということにしてしまおうかなと思います。まあ、今後、LD7 に関してはね、ポゼッションサッカーになろうと、カウンターサッカーになろうと、まあ、オフザボールの動きがいいから、まあ、仲間を生かすプレーとかも、まあまあ、できる方だし、まあ、最悪、これ負けるかもなとか、あれこれドローかもなってなった時に、3分間で試合を変える可能性がある選手ということだから、移籍金400万ユーロを使って、残りの接近を1120万ユーロにし、LD7 の獲得で、本当に移籍市場での動きは終わろうかなと思います。で、移籍市場が終わったので、全選手の方を見ていきますと、キーパーはデヘアとヒートン、左サイドバックはルークショーとグリマルド、右サイドバックはワンビサカとダルト、センターバックはバラン、マグワイア、リサマル、ギンター、中盤はカズミロ、フレッチ、ネベス、マック、トップ下はブルノとエリクセンで、左ウィングは大統領とガルナチョ、ストライカーはトニー、ロナウト、LD7、マルシャル、右ウィング、エランガとサンチョ。こんな感じになっております。振り返ると、各ポジションに最低2人はいるということですから、まあまあバランスがいい気がしますし、現実よりもね、中盤、特に組み立てが得意なネベスがいるっていうのは、まあ結構いいことなんじゃないかなって感じです。また、カウンターでね、ドン引きサッカーをするのであれば、マグワイアやバラン、カズミロやデヘアなどは、めちゃくちゃ活躍するような環境だと思いますし、カウンター時にはね、先ほど説明した通り、裏抜けが得意な大統領がめちゃくちゃ活躍するし、ロングパスが打てるエリクセンやネベス、ブルーノがいますので、まあまあまあ、このカウンターサッカーに切り替えるっていう判断は、まあ、間違ってないんじゃないかなと思います。また、現実のユナイテッドではね、決定力不足問題が昨シーズン課題になってましたけど、まあ、決定力が大体ケインと同じぐらい高いトニーがいるのであれば、冬に彼は消えてしまいますけども、それまでブルーノとトニーで勝ち点を稼ぐことが予想できますし、まあ右からの攻撃はなく左からの攻撃が中心になるでしょうけども、勝てるんじゃないかなと思います。今いる選手でベストを尽くせば、まあシール権は取れるんじゃないかなって俺は思ってます。で、 IG 政権1年目を予想していきますと、悪いシーズンにはならないけど、まあシティやアーセナルと優勝争いはできないよねっていう感じになると思います。多分スタメンはキーパーがデヘア、左からショー、リサマル、バラン、ダルト、中盤はカズミロ&ネベスで、2列目は左からラッシュブルーの3丁で、ワントップトニーっていう感じになります。で、先日はね、ハイプレスはせず、守備時はしっかりラインを下げて守り、守備時から攻撃に切り替わるときはポストプレーができるトニーに向けて、ネベスやブルーのナット、まあロングパスが上手い選手が彼に向けてボールを放ち、そのロングボールを受けたトニーがボールを収めて、そのままトニーが前に進んでしまうか、トニーがキープするか、後ろ側から走ってきたウィンガーにスルーパス出してカウンター狙うか、そのウィンガーはそのパスを受けてトニーと一緒にワンツーしてトニーが得点決めるかみたいな、多分そういうサッカーになるんじゃないかなと思います。で、カウンターの際はね、個人的に波状攻撃がいいなみたいな、まあ特にセルタとかエバートンみたいな、まあなんかどんどん人が入ってくるようなサッカーができたらめちゃめちゃ強いと思うので、まあカウンター時のオフザボールの動きをバッチリ仕込んで、セルタやエバートンのようなカウンターができるように仕込んでいきたいなと思います。このようなサッカーはね、おそらくビッグシックス相手には結構効くような感じはするけども、格下とかね、その辺の試合ってまあドン引きされたら結構きついみたいなところはあるから、まあそういう試合展開になった場合はカズミロを下げてエリクセンを入れる、ショーを下げてクロス精度の高いグリマルドを入れてトニーを下げて LD7 を君臨させる、また中盤をね、最悪もう一人削るか、まあ右ウィングあんまりいい選手いないから右ウィング削るかして、まあロナウドを入れてゴリゴリにクロスサッカーして勝つしかないかなと思います。まあ最悪マグワイアとかもさ、センターバックで入れて、もう本当 LD7 ロナウド、マグワイアみたいな、でそれに向けてまあエリクセンが右からでグリマルドが左からクロス打ち続ければ、多分そうだな、5試合に3試合ぐらいは勝てるんじゃないか。なんかもはや名物的な感じにして運ゲーすぎるけど、まあロナウド、マグワイア、 LD7 ってもうほんとヘディングで得点を決めるために生まれてきたみたいな、そういう選手ばっかりいるわけだから、もうその選手たちを生かして、もうプラン B は全力でクロスゲーやっていこうかなと思います。なんかぶっちゃけトニーもさ、なんか LD7 出る際に下げちゃったけど、トニーも空中戦強いっていうことだから、もうトニーも出しちゃって、もうガンガンツインタワーどころかもう待てるろみたいな感じで、もうガンガンクロス上げていくしかないよね。まあその分カウンターされたらきちいなみたいなところはあるけど、まあ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 、もうケースバイケース、まあもともと攻撃的サッカーが好きだから、そうなったらやるしかねえってことで、とりあえず大型選手をもう前線に置いちゃう戦術マテンロをやってで終わろうかなと思います。まあでもこの戦術マテンローとカウンターサッカーがね、全部うまくいくか毎回うまくいくかっていうと、多分本当にそういうことはないし、シティとかアーセナルとかね、リバプールとかの戦術に比べたら本当にもうしょうもないって言ったらだけど、そんな大した戦術ではないと思うから、この辺のことを考慮して、まあ優勝争いはないんじゃないかなと思います。だってテンさんのファイアーフォーメーション一回もうまくいったことないからね。まあでもそんな戦術にこだわんなくても、まあトニー&ブルーノのコンビでなんとなく勝てるような気がするし、カウンターもね結構決まりやすいと思うので、まあ
シエル剣は取れんじゃね。最悪ビッグシックスとかとの相手だったら全然俺ファイブバックとか敷くし、マグワイアとギンターとバランって空中戦強いから、逆にあっちがさクロスゲーしようとしたとしても、まあ、絶対無理なんだよね。デヘアがキーパーだから本当に完璧かっていうとそういうわけじゃないけど、まあ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 、なんかその辺のいろんなことに対応できるチームにはなってるような気がするから、弱いチームじゃないんじゃないかなとは思います。でも弱いチームじゃないだけでプレミア取れるかとか、まあヨーロッパリーグ優勝できるかっていうと、なんかそういう感じもないから、うん、まあとりあえず CL 権取れるみたいな、そんなんでいいんじゃない。であと冬に絶対勢い落ちるからね。トニーが賭博で消えてロナウドも消えるっていうのがもうほぼほぼ確定してるから、だからシーズン序盤はなんかおーってなるけど、なんか冬にトニー消えてからなんか元気なくなりそうだよね。でトニーが消えてロナウドが消えるとなると、ストライカーが LD7 しかいなくなっちゃうから、まあ現実でもねベグニーを獲得したように、まあベグニーを獲得するだろうし、まあ明らかにね中盤に人が少ないので、まあザビッツァも獲得できるのであれば、まあこの冬の移籍市場でザビッツァも獲得しちゃおうかなと思います。であと冬に獲得する選手もう一人、もともとチェルシーのハキムツイクってさ、まあ冬の移籍市場でパリにレンタルしようとしてたじゃん。でそうなってたけど、まあちょっと早めに声かけておいて、そのプラン B のマテンローの戦術する際、右からねいいクロスを上げれる選手が、まあなんかエリクセンぐらいしかいないと思ってたから、いいクロスを放す要因としてハキムツイクめっちゃ素晴らしいと俺思うんだよ。ガラタサライでもユナイテッド相手にえげつないフリーキック決めたしね。まああれはちょっとオナナがしょぼい説もあるから、なんか一概にハキムツイクのフリーキック能力が高いからかっていうとそれは微妙な線なんだけど、まあでも俺キック精度が高いハキムツイクのことは好きだから、まあパリにレンタル出すぐらいだから多分チェルシー的にもレンタルで出すの OK って感じだったんだろうし、俺はハキムツイクをレンタルで獲得しようかなと思います。まあハキムツイクの場合はね、チェルシーとユナイテッドライバル関係にあるから断られる可能性あるけど、まあ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 、結局アーセナルにジョルジーノ出したり、あの時のチェルシーって本当カオスだったと思うから獲得できたと考えていいんじゃないかなと思います。でこんな感じでね、とりあえずレンタルでベグニーとザビッツァーと、まあ、ハキムツイク獲得するんだけど、やっぱり得点源になってたトニーの退場というか、まあ、賭博によるウェイヨーはまあ結構しんどい話だと思うから、まあ勢いは落ちちゃって、その間に優勝争いとかなんか CL 権争いからなんか一気に引き下がれて、ラッシュが覚醒して CL 権争いに戻るみたいな、だからそういう感じになるんじゃないかなと思います。まあラッシュの覚醒はおそらくこのメンバーであれば、まあ例年通り起きるだろうし、まあカラバオ取れるかもしれないね。まあでも FA カップは結局覚醒したギュン様を誰も止められなかったと思うから、まあ決勝まで行けるかどうかってのも分かんないけど、まあ負けたと考えるのが妥当かなって感じです。まあこの辺のね、まあ俺のシーズン予想を振り返ると、まあおそらくまあ現実とね大きく変わるかっていうと、まあそこはそんなに変わらないんじゃないかなっていうのが俺の予想となっております。まあ何人か変わっただけで大きく人が変わったかっていうとそういうわけじゃないし、俺が言う戦術もねすげえすぐできるかっていうと、まあ意外とできそうなものはあるけど、カウンターの連動とかってさすぐ上がるわけじゃないし、まあマテンローは結構いけそうな気がするけど、まあそんなにっていうことでいいんじゃないかなと思います。立ち位置的にはやっぱ今シーズンのスパーズぐらいの位置にいたいよね。まあ今のスパーズって絶対優勝するかっていうよりかは、あれ優勝すんじゃね、てかスパーズめっちゃいいチームじゃねみたいな、なんかそういう位置に、まあ俺のユナイテッド1年目は入れたらいいんじゃないかなと思ってます。まああくまでも俺の妄想って感じだから、ぜひぜひ皆さんの予想もコメント欄でウェイをしてってください。ウェイヨー。でね、今年の夏の移籍市場に入るとレンタル組のベグニーとザビッツァーとハキムツェイクが帰って、現実通りに行くとフレッチ、アレックステルス、エランガ、デヘア、エンダーソンが退団するということでございます。主力と言える選手が少ないポジションを見ていくと、キーパーがヒートンさん1人となってしまい、中盤がカゼミロ、ネベス、マックと3人体制になって、右ウィングが31人、ストライカーも LD7 のみということになっております。なので獲得すべきポジションはゴールキーパー、中盤、ストライカー、右ウィング、この4つになります。まあなんか結局この辺はあれだよね、トニーがウェイをする前提で獲得しちゃったから、まあ変わらないっていうか、まあでも結局中盤も獲得できてないし、まあ本当あれだよね、3人縛りだとどうやっても大きくチームって変わんないんだなって改めて思います。でおそらく前回の夏の移籍市場では冬の移籍市場でガクポを獲得しようとしたから、まあ4人の選手を獲得っていう感じにしましたけど、まあなんかその夏の移籍市場で派手に動きすぎた結果、この夏の移籍市場では結構シビアに動いておりましたので、今シーズンは3人にしか大金がかけない状況と考えるべきですし、予算以内で可能な格安な移籍
フリー席、レンタル席などをしていく必要があるんじゃないかなと思います。だからこの夏の移籍市場は、まあ、昨シーズンの夏の移籍以上に、まあ、シビアに動いていこうかなと思います。なので現実ではねフレッチが対談しておりますけども、まあ俺はねマックより全然フレッチの方が使えると思ってるので、フレッチを移籍させず、アスレティックの報道によりますとマックさんはねハマーズから3500万ユーロのオファーがあったということですので、俺はねそのハマーズのオファーを快諾してマックが残るのではなくフレッチが残るという風にしてシーズンを進めていこうかなと思います。この辺の縛りというかこの辺の改変はいいよね。多分別に変なことじゃないし、まあアスレティックの報道であったことだから。テンさんはね4000いくらなんだっけ、4500万ユーロだっけか、ちょっと値段忘れたけど、それぐらいの値段じゃねえとマック売れねえみたいな、そういうこと言っちゃったから、まあマックは結局買い取られず夏の移籍市場ユナイテッド残ることになったんだけど、まあ俺はねいや全然3500万ユーロも払ってくれるんだったら全然マックさん出していいっすって感じなんで、俺はもうこれで行こうかなと思います。とりあえずこのシーズンに使った移籍金は2億230万ユーロとなっており、昨シーズン余った移籍金は1128万ユーロで、マックの移籍金3500万ユーロから本来フレッチの移籍金で受け取る予定だった974万ユーロを引いて足すと合計で2億4252万ユーロになりますから、これを予算として今回の夏の移籍市場を動いていこうかなと思います。で昨シーズンと同じように優先順位を見ていきますと、やはり優先順位が高いのはゴールキーパーが一番重要なんじゃないかなと思います。だからねゴールキーパーの獲得に動いていこうかなと思うんですけども、俺が獲得に動くゴールキーパーはミランのマイク・ミニアンということにしようかなと思います。マイク・ミニアン、ヘンダーソン飛び出しいい感じだからヘンダーソンを捨てさせようかなって思ったんですけど、この図を見て分かる通り飛び出しやパス精度、ロングパスなど攻撃的なゴールキーパーのスタッツがミニアンは非常に高く、ヘンダーソンの方がね守備的なスタッツは上だっていうのは分かってるんですけど、俺はねやっぱり理想のサッカーを目指したいっていうのがありますから、もうヘンダーソンではきっと我慢できないと思いますし、どっちかというと俺オナナよりメニャンの方が獲得してほしいってずっと思ってたから、もうここはメニャンを獲得に動いてしまおうかなと思います。現在28歳のメニャンの市場価格は4500万ユーロとなっており、27歳のオナナは市場価格3500万ユーロでしたが5020万ユーロでユナイテッドに移籍してます。このことからマイクメニャンの値段というのは6500万ユーロから7000万ユーロぐらいになるんじゃないかなと考えていいでしょう。なのでここはいつも通り間を取って6800万ユーロで彼のことを獲得しようかなと思います。これでねゴールキーパーがやっと、まあ、最新型になったということですので、まあポゼッションサッカーみたいなのは、まあ、目指せるんじゃないかなと思います。でとりあえずメニアを獲得したことから残りの移籍金は1億7452万ユーロとなり、次は中盤の選手を獲得していこうかなと思います。で中盤の選手を獲得しようと思ったんですけど、このシーズンの夏移籍市場ぐらいからアカデミーのメイヌが台頭をし始めることになり、メイヌはね結構ドリブルで運ぶみたいなそういうイメージはあるっちゃありますが、まあ数値を見ていくとどちらかというとドリブルで運ぶというよりかは守備的な行動が多くデュエルが強いという感じになってて、組み立てにはパスでの関与が評価されているという状況でございます。だからフレンキーっていうよりかは数値だけ見るとまあネベス寄りだよねってなってますので、ネベスの控え兼まあカゼミロよりもボールの扱いがうまいからね、場合によってはスタメンでメインを使っていくみたいな、多分そういう感じでいいのかなと思います。この3人だとね守備関係とパスの数値はめちゃくちゃいいんだけども、やっぱキャリーできるやつ欲しいっていうか、そういうやつが1人でもいるとやっぱだいぶサッカー楽になると思うから、そういう選手を獲得したいなと思います。だからねここでお金使ってライスチャレンジしてもいいかなって思ったんだよ。ライスボールドリブルでも運べるし、パスでもいい感じに散らせるし、守備強度もある程度維持できるしね。でライスの移籍金ってそんな高いかっていうと、まあ1億1160万ユーロなんだよ。で今の予算は1億7452万ユーロになってます。だからまあストライカー足りてないから、ベグニーをね再び冬までレンタルしてライス獲得にね全振りしちゃってもまあ問題ないっちゃ問題ない。だけど右にねサンチョしかいないよねっていう問題があります。だからここでライス全振りしちゃうとちょっと攻撃力が低すぎるっていう状況になっちゃう。まあトニーが来るまでベグで耐えてもいいんだけど、その分得点を生み出す選手がいますかっていうと、ラッシュもそんなに好調じゃないし、まあサンチョは途中で消えちゃうし、ちょっとライスに全振りは危険なのかなと思います。まあとりあえずまあフレッチも残ってまあメインにも出てきたってことだから、一旦優先順位変えてまあ右ウィングサンチョしかいないってことだし、右ウィングの選手獲得していこうかなと思います。すると恐ろしいぐらいちょうどいい選手がおり、その選手はハマーズのボーエンということになります。ボーエン今シーズンからはねなんとストライカーの位置でもプレーしており、なんかこの
のストライカーも欲しいし右ウィングも欲しいっていう状況を、まあ、彼一人で、まあ、変えることができるということになっております。ちなみに昨シーズン彼は右ウィンガーとして54試合13ゴール8アシストを決めており、その前のシーズンでは51試合18ゴール13アシスト、その前に初めてプレミアリーグデビューしたハマーズでは40試合8ゴール6アシストと、そんな感じでね、コンスタントに結果が残せる右ウィンガーが、まあ、ストライカーもできるということですので、もうこれを獲得するしかないなっていう感じがしましたし、怪我の頻度もね、なんとブルーノ・フェルナンデスとほとんど変わんないということだから、これは運命だと思って彼のことは獲得してしまおうかなと思います。ちなみに27歳になる当時の彼の市場価格は3800万ユーロとなっており、似た例を探したらね、22歳の市場価格3800万ユーロのホームグローンのウィンガージョンソンがスパーズに5500万ユーロで移籍してました。まあボーエンもね、ホームグローンの選手だけど、まあジョンソンと比較しちゃうとやっぱり若さみたいなところでジョンソンの方が上なところあるから、そこまでジョンソンみたいに移籍金が高騰するかっていうとそういうわけじゃない気もするけど、まあ我々はユナイテッドということですので、まあ結局移籍金は6500万ユーロから7000万ユーロになるんじゃないかなと思います。まあなので、まあいつも通り間を取り、まあ6800万ユーロで防衛獲得できたと考えていいんじゃないかなと思います。まあ今の市場価格は5000万ユーロだから、今だったら多分もう8000万ユーロとかそんぐらいしそうだけど、まあとりあえず当時の市場価格はね、そんな感じということだったので、まあ6800万ユーロで獲得することができたと考えていこうかなと思います。ちなみにボーエンがね、ユナイテッドに来るかどうかってのを考えたら、ボーエン実はね、生粋のユナサポということになっており、アイドルはベッカムということみたいですから、それならばね、ちゃんとハマーズにお金を払えばきっとボーエン来てくれそうな感じがしますので、ここは思いっきりハマーズのボーエンを我々は獲得してしまおうかなと思います。すると残りの移籍金は1億652万ユーロということになり、大金が使える枠はここで一つとなってしまいました。ボーエンはハマーズでやってるように、トニーが復帰するまではストライカーとしてプレーする可能性がありますので、もう一人右ウィンガーが欲しいとなると、もう一人超ちょうどいい選手がいたので発表させていただこうかなと思います。それはマドリーからパリサンジェルマンにフリーで移籍してたシオニーということになっております。シオニー、シオニーはね、多分当時の状況を考えるとスタメンで出れる可能性は非常に高く、プリメでね、ドリブルやスピードが通用するかっていうと微妙な線で、強豪との試合が多いプリミアリーグではね、大丈夫なのかっていう感じはしますけど、彼にはね、全てを変えることができる左足があるということなので、俺はその左足を評価して彼のことを獲得してしまおうかなと思います。彼の左足の能力を説明していきますと、引いた相手にグダグダしている時、勝っているけども不安な時、格下のチームと戦っている時、そんな時に彼はね、素晴らしいゴラッソを決めて試合の展開を変え、チームを救ったりすることができます。これは結構ね、マドリーの試合見てるから話せることだと思うんですけど、本当ね、アセンシオってなんか超重要じゃない試合とかだったらマジで活躍するんだよね。ちょっと前まではね、プレシーズンで大怪我する前まではそういうなんか雑魚狩りみたいな、なんかそういう扱いじゃなく、むしろちょっと振動みたいな、そういう扱いだったんだけど、マジでね、直近のアセンシオってもう一発で試合変えれんのよ。なんかそういう一発持ってる選手個人的に結構好きだから、アセンシオのね、まあスピードとかドリブルが通用するかっていうのは分かんないけど、運命力を持ってるアセンシオの獲得に俺は動こうかなと思います。まあもともと左足以外にもね、素晴らしいところはあり、まあスペイン代表でね、偽9番やるくらいにはやっぱりテクニカルなドリブルは持ってるし、まあサッカー IQ も低くない選手だと俺は思ってるから、強豪との試合でね、消えるっていう懸念点はありますけども、俺は彼のことを獲得しようかなと思います。ぶっちゃけアセンシオフリーってもっと盛り上がっていいと思ったんだけど、あんま盛り上がんなかったから結構意外だったんだよね。で、とりあえずこんな感じでね、ミグウィングの人不足問題は解消することができましたから、中盤の選手を獲得したいっちゃしたいんだけど、やっぱね、ドリブルでボール運ぶ能力が高くて、まあ守備もある程度できるみたいな、フレンキーとかカマウィンガみたいな選手は、カゼミロを獲得した時もそうだったように、いないんだよね、市場に。だから、ここは、一旦もう中盤はいないから諦めてホイルンド取りに行っちゃおうかなと思います。一瞬ねアルトゥールとかよぎったんだけど、リバプールで全然ダメだったし、まあでもそれでもアルトゥールならとは思うけど、上手いしドリブルとかいける気がするけど、まあでもいけなかったっていうのをちょっとね、リバプールが示してたから、もうここはもうホイ獲得して終わろうかなと思います。 LD7 だけだとやっぱりトニー来るまでに本当に火力に困ると思うし、まあホイがね果たして火力高いかっていう
言うと、まあチャンピオンズリーグでは得点王だけど、プレミアリーグではまあまあって感じだからさ、まあなんともいないっちゃなんともいないんだけど、まあでも俺はとにかくフォイのことが好きなんだよ。あんだけ一生懸命頑張れて、でかくて速くて、もうロマンの塊だと思ってるし、俺は今後のユナイテッドを背負ってくれる逸材だってマジで確信してるから、まあトニーもね、言うて若くない選手だし、まあトニーとフォイって使い分けられると思うんだよ。まあ LD7 もいるからちょっとフォワード多いだろって感じはするけど、でもまあフォイ結構スペタイスだし、まあ LD とかトニーとか、まあそういう選手がいる時に獲得して成長させた方が多分いいと思うから、現実と同じく7390万ユーロを使ってフォイのことを獲得してしまおうかなと思います。すると残りは3290万ユーロになりましたけども、まあとりあえず夏はこんなもんでいいんじゃねえかな。まあとりあえずそれを確認するために現在のメンバー見ていきますと、キーパーはマイクメニアンとヒートン、左サイドバックにはショーとグリマルド、左センターバックにリサマルとマグワイヤー、右センターバックにバランとギンター、右サイドバックにはワンビサカとダルトで、中盤にはルベンデベス、カズミロ、メイヌ、フレッチ、左ウィングにラッシュ、ガルナチョ、サンチョ、ストライカーにフォイと一応トニーさんがいて、右ウィングにボーエン、アセンシオ、このような感じとなりました。まあ昨シーズンはなんとなくね、左からの攻撃が多かったんじゃないかと予想できますから、ボーエンが来たことによってね、右からの攻撃増えるようになったと思いますし、またゴールキーパーにね、足元の技術が高くて飛び出しの能力が高い選手が来たということですから、ガルナチョをスタメンにした場合はハイプレスを仕込んでもまあいけそうな感じはします。まあでもメンツ的にね、ハイプレスをしたとてポゼッションサッカーをするっていうよりかは縦に速いサッカーをした方が強いみたいな感じはあるので、まあこっからポゼッションサッカーに完全移行するっていうよりかは、まあ昨シーズンからやってたカウンターサッカーをメインにやってって、レッドブルグループとかリバプールとか、あのようなね、縦に激しいサッカーをやっていくサッカーを目指した方がメンツのことを考えたらいいっちゃいいかもしんないよね。まあとりあえずそんな感じだから、ハイプレスはね仕込み始めると思うんだけど、去年やってたブルノやラッシュフォードが輝くようなカウンターサッカーを中心にカウンターサッカーの熟練度を高めつつ、ちょこちょこ格下との試合でね、ポゼッションサッカーを仕込みながら、まあチャンピオンズリーグ出場権だったり、まあプレミアリーグ優勝、カラバカップ、 FA カップの優勝をまあ目指していくようになるんじゃないかなと思います。このレベルだともうこいつがいればゲーム決めてくれるみたいな、なんかそういう選手に誰かしらが進化してくれれば、もしかしたらタイトルも狙えるかもしれないよね。まあプレミアかチャンピオンズリーグかっていうと、なんかそれはまだそこまでのレベルじゃないけど、なんかこのシーズンで俺的にはエースが決まってほしいかなって感じです。あと今年の夏のタイミングでね、ラッシュフォードとの契約延長をしないっていう選択肢ができたのであれば、ラッシュフォード売ってね、新しい選手を獲得することみたいなのって、まあ、できるのかどうかっていうのは個人的に気になるかなと思います。もしそれができるのであれば、まあ、大統領売っちゃってで、まあナポリの彼とか、まあバイエルンのコマンとか欲しいかなって思います。俺実はね、コマン結構好きなのよ。まあ怪我のイメージがあるからちょっと大丈夫かとは思うけど、コマンってめっちゃうまいじゃん。絶対相手抜くし、なんかそのイメージが結構俺にこびりついてて、コマン結構見るとうわって思うんだよね。なんかそういううわって思う選手がやっぱ俺仲間になると嬉しいじゃん。だからまあクワスエリアもね、多分いい選手だけど、まあクワスエリア高いし、まあラッシュフォードの移籍金でコマンを獲得して、まあちょっとリサマルの機会がいないことを懸念点だから、まあアストンビラがねパウトーレス獲得してたし、そのアストンビラのねパウトーレス移籍をジャックして、コマンとパウトーレス揃えてイケイケなサッカーをやりたいなっていうのが、俺がねラッシュフォードと契約延長しなかった世界戦の理想の流れはそんな感じかなと思います。この辺は結構皆様のあれに分かれると思いますので、皆様の意見もコメント欄にウェイをしてください。また今シーズン起こるサンチョ離脱とかも、このメンツだったらなんかそんなに影響受けなさそうだし、なんならね夏の移籍しよう時点でサンチョ売っちゃっても問題なさそうみたいな、なんかそういう感じも見受けられました。でもそのサンチョが消えても問題なさそうっちゃなさそうだけど、ラッシュってねコマンとパウトレスを獲得しなかった世界戦では、リサマルとカゼミロの長期離脱やバランやショーの離脱とかは影響を受けるんじゃないかなと思います。まあ一応ね、現実の世界よりもギンターとかさ、まあネベスとかグリマルドとか獲得してるから、まあ全然ねそういう選手たちのチャンスの場となってうわーって感じになってもいいんだろうけど、ネベス&フレッチでずっと行くことになるわけじゃん。メインもどうせプレシーズンで怪我するから、その二人でどこまで行けたのかっていうのは個人的に気になるポイントなのかなと思ってます。とりあえず全員がねその揃った状態でのスタメンを考えていくと、キーパーはメニャン、左からショー、リサマル、バラン、ダロト、中盤はネベス&カズミーロになってって、2列目は左からガルナチョ、ブルーノ、ボーエン、ワントップ、トニーって感じになるのかなと思います。次の移籍市場からはねラトクリフさんがオーナーになってるから、まあ3人縛りっていうのが消えると思いますし、まあ移籍予算もね、まあこのメンツだったら CL 権いけると仮定すれば、まあおそらく例年通り2億ユーロぐらい使えるんじゃないかなと思います。となった
場合だと、思い切ってバック陣に革命を起こして、リサマロの控えの左利きのセンターバック、足元の技術が高い右利きのセンターバック、ダロトよりも攻撃的な右サイドバック、このような3人を獲得して、まあ、後方の革命を行いつつ、永遠に獲得することができなかったドリブル力がめっちゃ高くて守備強度も高い中盤の選手、ラッシュよりもね、技術力が高くて守備意識の高い左ウィンガーとか、まあなんかそういう選手たちを獲得して、やっぱ俺の理想のサッカーはできるようになるのかなっていう風に思いました。まあでももう永遠にね見つからなかったドリブル力が高くて守備強度が高い中盤の選手は、まあミーヌがなってくれればいいし、まあ正直まあラッシュよりもいい感じで守備意識が高い左ウィンガーにはガルナシュがなってくれたらね、もうこれ以上嬉しいことないから、まあ二人には頑張ってってほしいかなと思います。まあ以上で今回の動画終わろうかなと思います。なんか意外とその移籍市場をシミュレーションすることによってね、カズミロを獲得する必要があったというか、もうカズミロしか獲得ができなかったっていうのはよく分かりましたし、起こるべくしてその今の現実世界で起きてることは起きてるんだなっていうのを改めて実感させられましたから、まあまあ本当に面白かったし、まあちょっとね今回の動画長くなりすぎてね、台本書くのにすごい大変だったからもうそんなにしないんだけど、まあ今回の動画が好評だった場合は、まあ今後もねこういう動画たまにやっていくっていうのはありかなと思います。以上で今回の動画は終わろうかなと思います。とりあえずねこの動画の台本を作るせいで、これまでね時事ネタ全然置いてなかったし、アジアカップとかもね結構ないがしろにしてましたから、この動画以降はねちゃんと出てきたニュースをバシッと動画にして、まあいろんな情報を届けていくと思いますので、まあぜひぜひこれからもぜひぜひ当チャンネルのことをよろしくお願いいたします。ちょっと1月はねいろんなことがあってもたもたしてて動画の頻度遅かったけど、まあこっから多分頻度戻っていくと思いますから、今年もマジでアジーズフットボールレディオをよろしくお願いいたします。以上で今回の動画終わろうかなと思います。それではまた明日の動画でお会いしましょうってことで、わいよ。チャ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